中1ぐらいの時にもう生活が激変するのが子供ながらに分かって、いつも家の前に怖い人が来る、借金の取り立てなんですけど、もう1日でも早くここ出ようって、これまでの人生を置いて、まずは母親を幸せにしてあげたい、楽にさせてあげたい、もうそれが最大のモチベーションです。皆さんこんにちは、本日のゲストは元日本代表のディフェンダーで太田光介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは現役生活お疲れ様でした。 ありがとうございました。何年間やったんですか？18年間ですね、高校卒業して。18年、はい。でも今はもう気分は晴れやかですよ。晴れやか、はい、でもね、昇格もおめでとうございます、はい、いやもうおめでとう続きで、はい、J2 優勝、 J1 昇格、はい、そして引退と最高の形で、はい、終えることができたんで、こんなに綺麗な去り際をねできる選手ってなかなかいないと思うんで、まあそういった意味でももうやりきったっていう感じですね、はい。ということでですね、本日は現役引退して間もない太田さんのサッカー史を遡って聞いていきたいんですけれども、まずはサッカー始めたきっかけ教えてもらっていいですか？きっかけはですね、幼稚園の年中の時に、同じ幼稚園に秋元陽太という、ゴールキーパー、その秋元陽太から誘われて少年サッカーチームに入ったっていう感じですね。へー。そしてその後につくしのサッカースポーツ少年団、はい、に入ると。そうです。これきっかけはそのまま地元の、ね、っていうことですか？はい、自分の通える範囲の、まあ近くで、お友達が多いところ、このつくしのサッカーってところは、なんだろうな、サッカーを上手くなろうとか強くなろうとかではなくて、本当にみんなでボールを使って遊んで仲良く楽しくっていうのがモットーで、キックベースで終わる日もあれば、ボール使わずに泥系やって終わりとかはい、はい、まあ、そんな感じでずっと小学校6年間過ごしたんで。本格的にじゃあサッカーやってなかった？そうですね、まあ、もちろんちゃんと練習やるときありましたけど、全然本格的にはやってなかったです。ちなみに太田さんはどんな子供だったんですか？自己分析といいますか。僕は明るくて、まあ、クラスのムードメーカー的な、中心にいるような、はい、サッカーも足も速かったですし、左利きで、まあ、町田市内ではある程度名は知れ渡ってたかなっていう、はい、はあ。でもそのスポーツ少年団ではそんなにサッカーサッカーっていう感じじゃなかったんですもんね。ではなかったんですけど、まあまあ上手い選手たくさんいて、だから町田市の大会でも、まあ、ベスト3に入るか入らないかぐらい。すごい、はい。あとはまあ練習以外の時間も、もう常に家の近くの公園だったりとか、家の前の壁を使ってボール蹴ったりしてたんで、まあサッカー少年でした。あ、まあ、その中で、まあ、当時はもう J リーグがあったんですよね。サッカーを始めた、幼稚園生年中年長ぐらいの時に開幕しました、93年、はい。じゃあもうそのサッカーを始めてから、まあ、J リーグっていうものがあって、はい、サッカー選手になりたいっていう思いは、いやもうその時に、はい、北澤剛さんは町田市出身で、で年に1回だけ年始1月の2週目ぐらいに町田市出身のJリーガーが来てくれて、当時の FC 町田ゼルビアのトップチーム、まだ関東リーグとかだったんで、もうアマチュアチームが試合をするっていうのを、町田市の少年サッカーチームの子たちはみんな招待されて、今の野津田祇園スタジアムに見に行ったんですよ。それが毎年あるのがすごい僕の中でも楽しみなイベントで、そこで北澤さんだったりとか林健太郎さん、あとは藤吉慎二さんとかたくさんいるんですけど、そこでサインもらったりとか写真撮ってもらったりとか、少し話してもらえたりとか、そういったのが強烈に、思い出に残ってて、僕もこの人たちみたいにサッカー選手になりたいみたいな、ちなみにその小学校の時の成績みたいなものはベスト3ぐらい？優勝したこともありましたね。全国大会もたまに行ったりとかして、はい、じゃあもうなんかこうそこそこ自分の中ではまあまあ俺うまいし、はい、これはもうプロになったるぞみたいな、はい、そうですね、将来もしかしたらプロのサッカー選手になれるかなみたいな自信はあったんですけど、はい、でそこから中学に進むと、FC 町田FC 町田に入りますよね、はい、これはなぜ FC 町田に
行くことになったんですか？中学上がる時にマリノスから話もらったりとかしたんですけど、僕すっごい人見知りだったんですこんななのに、はい、今こんななんですけど、でもあれじゃないですか、その地元の中では、はい、輪の中心にいるわけですよね。そうですね、仲いい集団の中ではキャラクター出せるんですけど、うん、はい、外に飛び込めなかったんです。だからもう FC 町田を選んだのは仲いい友達がいるから、もうそれだけです。はい、だからプロになるまでのビジョンがもう僕当時は見えてないから、うん、ジュニアユースに行けばとか、その下部組織行けば、うん、多分近道なんでしょうけど、うん、その選択肢はなかったですね。話もらって結構覚えてるんですけど、うん、ちゃんと書面でもらって、うん、うちのお母さんがマリノスから来たのよ、うん、どうする、受けに行くみたいな、うん、でその一応セレクションのレターだったんですけど、うん、まあ、一応もう取ってくれるって話は伝わってて、うんうんうん、いやでもねやっぱ上手い選手いっぱいいるし、うん、新しいとこ行くのやだし僕は町田でやるわって言って意外だな。ちょっとこれはなかなかセンシティブな話かもしれないですけど、はい、中学校3年生の時にご両親が、はい、あ、そうですね、ね、全然これオープンです、オープンになってる、はい、伝え聞いたところによると、はい、アパートでお母さんとお兄さんとある誓いをしたという話を聞いたんですけど、もともと母親と兄と僕の3人で、うんうん、まあ、もうほぼ生まれた時からずっと3人での生活があって、はい、親父は単身赴任で違うところにいて、はいはい、ずっとその生活だったんですけど、中1ぐらいの時にもう生活が激変するのが子供ながらに分かって、うん、でずっと住んでた家を出なきゃいけない、うん、いつも家の前に怖い人が来る、うん、借金の取り立てなんですけど、うん、お母さんもちょっと元気がどんどん日に日になくなっていく、うん、である日もうボストンバッグ2つぐらいこう持って家出なきゃいけないみたいな、コウスケ行くよみたいな、え、うん、家具も置きっぱなし、うん、え、ベッドもテレビも、うん、車も、うん、え、なんでお家から出んのみたいな、うん、でも言われるがままにお家を出て僕は友達の家に一旦お泊まり行くんですけど、うん、その数日後パッて、まあ、家族が合流した時に、うん、めちゃくちゃ古いアパートで、うん、もうダイニングテーブル置く場所もないので、うん、こんなちっちゃい、このテーブルよりもちっちゃいちゃぶ台に3人で囲んでご飯を食べる生活が始まって、そこでちゃぶ台をしまってここにお布団を敷いて寝るみたいな、うん、でもそのアパートに引っ越した日初日にもう1日でも早くここ出ようって、うん、で兄は、当時18かな、うん、19、大学行ったぐらいだったと思うんですけど、うん、大学を卒業したら自分で起業して、うん、もう必ずお金たくさん稼いで、うん、あの母親孝行する、で僕は高校卒業したらプロのサッカー選手になってたくさん稼いで、うん、まあ、兄弟2人で、お母さんにマンションを買ってあげようって約束をしたんです。うーん、家がどん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 貧乏になっていくのを感じてて、うん、例えばスパイクが壊れてきたから買ってほしいとか、うん、ウェアももう僕のだけボロボロ、うん、でみんな新しいの買ってもらえるのに、うん、でもお母さんに頼みづらいなみたいなのは感じてて、なるべく負担がかからないようにっていうのはすごい意識はしてたと思います。だからスパイクももうつま先もパッカーって開いて、うん、その裏のポイントも完全にすり減っちゃって、うん、上履きみたいになっててみたいな、うん、それでもガムテープがっつり巻いてやって母親に、いや大丈夫大丈夫、これでもサッカーやれるから、これの方が上手くなれるよみたいな感じで、すごいポジティブに多分自分の中で変換して、はい、コミュニケーションは取ってました。いやなんかもうちょっと涙が出そうになって俺は今やばいんだけどあ、そうなんだ、はい、でまあそういう苦労もあったので、まあその先のキャリアだったり これまでの人生において、うん、まずは母親を、幸せにしてあげたい、楽にさせてあげたい、もうそれが最大のモチベーションです。その後、高校に進学する時ももう地元の公立校に行って、うん、好きなサッカーを続けるには多分ユースチーム行ったりとかしないと多分もう経済的に続けていけないなっていうのは自分の中で思ったんで、中学卒業する時に、近くのまずフロンターレを受けに行ったんですよ、うん、だけどウォーミングアップのこの手押し車しか僕参加させてくれなくて、うん、
それ以降のポゼッションとか最後のゲームとかもう端からこうやって座って見てて、あ、これ絶対入れないわ。で町田の周りだと桐光学園とか桐蔭学園とかたくさんね名門ありますけど、まあそこももちろん私立なので全然行けない。いやどうしよう、サッカーやめるしかないかなって思ってた時に、小林優のお母さんが麻布台附属淵野辺高校っていう僕が進学することになる高校の一期生で、当時の優のお母さんの担任の先生がサッカー部の石井先生だったんですね。で優はその淵野辺高校に行くことになります。で康介も決まってないならおいでよって誘ってくれて、でその石井先生が力になってくれるからって言って僕特待生として淵野辺高校に入れさせてもらったんです。でそれまでのなんていうんですか、中学校の遠征費だったりとか、それこそサッカー用品のにかかるお金とかは、もう兄貴が大学行ったけど授業の時間削って、もうずっと朝昼夜バイトして僕のそういうところに当ててくれた。だからギリギリサッカーを続けることができて、めちゃくちゃ貧乏なのに私立の高校行かせてもらって続けることができたっていう、まあ、それを高校生時代にもう、あ、いろんな人に支えられて、うん、今こうやってサッカーできてるんだっていうのをもう理解してたので、うん、あ、もうこれは本当に頑張らなきゃいけないって思いで取り組んでましたね。はあ、これすごい話だこれドラマだな、はい、ちなみにその小林優選手とは、その中学時代に知ってたんですか？いや、出会いは小学校4年生ぐらいですね。小学校の4年生、同じ町田市内で、うん、まあ、彼は町田 JFC っていうチームで、はいはい、もう群を抜いてうまくて、でその町田 JFC は市の大会に 5,6 チームぐらいの選抜チームで臨んでくるんですよ。で僕はもう普通の小学校クラブで、うん、まあ、その選抜チームなんか勝てるわけないじゃないですか、うんうん、で決勝とかでも 5-0、6-0 とかで勝って全国大会行っちゃうみたいなチームの背番号10番を背負って、うん、そこでひときわ輝いてたのが小林優でした。スターだ、スター。でその彼とはそういうと、でも選抜チームで一緒になって仲良くなって、はい、で中学は僕は FC 町田、うん、彼はまそのまま町田 JFC、うんうんうん、ただこの中学3年間どちらも、ま、体も大きくならない、うん、チームもなかなか強くない、勝てない、うんうん、なので結構その不遇の3年間はあって、はー、だから高校に入った時はもうどちらも全然地域では有名でもないし、まさか多分後にプロのサッカー選手になるとは思ってる人は多分いなかったと思います。はあ、2年生の時に全国高校サッカー選手権に出場ですよね、はい、これは神奈川県大会を勝ち上がるわけじゃないですか、はい、神奈川県大会ってそれなりにレベル高いですよね。210校ぐらい当時あったので、はい、まあ、そこを勝ち抜くってめちゃくちゃ大変で、うん、それこそ桐光学園、うん、田中雄介くんがいたりとか、うんうんうん、同じ高校年代でもみんな体仕上がってて、うんうん、身長も高いし、うん、もう完成されたチームだったんです、はい、そこにベスト8で奇跡的に勝って、うん、これいけんじゃねみたいな、うんうん、で順調に準決勝も勝って決勝も勝っちゃって、うん、当時の僕たちの学年が5人ぐらい出てたんで、うん、2年生で2年生で、はい、それで勝ったから、まあ、翌年もいけるんじゃないっていう自信と、まあ、まず初めて出れたこの嬉しさですよね、うん、でもやっぱ結果的にすぐ1回戦で負けちゃうんですけど、その県予選を勝てたっていうことで満足してた気がしますね。実際に、まあ、Gリーグにこう行く前に、はい、基本的には高校サッカー選手権を全国行ってっていうのが、はい、まあ、なんかこう登竜門みたいな感じじゃないですか。そうですね、やっぱそこの高校サッカー選手権っていうのはこうベンチマークとしてあったんですか？ありましたけど、うん、それこそ淵野辺高校に入学して1年生の時の夏にインターハイの予選でベスト8だったんです。ベスト8、はい、でそのベスト8で先輩たちがよっしゃーみたいな、8来たぜみたいな、めちゃくちゃ喜んでてベスト8でこのチームは喜んでるチームなんだなって、結構それは1年生ながらに出てて悔しくて、でやっぱり全国大会出たいって思いで入学しましたし、その時に来年絶対出てやるっていうのは自分の中で目標を定めて、その日に部屋に全国大会出場って
しっかりマジックでもうぶっとく書いて、うん、まあ、目標っすよね、うん、目標設定をちゃんとして毎日見えるところに置いて、はい、結果その後2年3年と叶っちゃうっていう。へー、はい、すごい。いやでもこれすごくいいことを言ってたなと思っていて、はい、いつも目に映る場所に置いとくっていうね、はい、これ大事ですね。本当に夢だったり目標っていうのは、うん、そうやって僕だけじゃなくて、うん、みんなが見えるとこだったり、うん、みんなに伝えたりしてきたんですね、うん、で結果的にそれがもう全部叶ってるんで、うん、口にすることってすごい大事だなと思いました、うん。なるほど、それそうやって書いて、はい、貼ってたんですね。貼ってました。いやすごい。3年生の時も神奈川県予選を勝ち上がって、はい、また全国県予選はほぼ無敵で勝ち上がったんですよ。1回戦から始まって失点1だけで、うん、でもう全部順調に勝ち進んで、うん、で選手権前の御殿場での合宿があったんですけど、うん、はい、それもほとんど勝って、うん、これいけるぞでも本当に僕みたいなキャラクターが多かったんで、うん、みんな調子乗って、うん、で開会式でもふざけた行進して、うん、で試合行くぞって言ったらもうガッチガチで動かないです。全国大会に何度も出場してる高校だったりチームって、うん、そういう大会とか試合に慣れてるから、うん、その試合運びとかやっぱ上手いんですよね、うん、でも僕たちやっぱ去年の反省を生かせず、うん、同じような試合展開で、うん、負けてしまって、うん、だからそれに関してはすごく後悔はありましたね。ただ1年生の時にその、まあ、悔しい思いをして全国大会出場、はい、この夢は叶ってますよね。叶いましたね。で、まあ、その後に2年生で国体入って、うん、で3年生になった時にちょいちょいそのいろんなチームから、うん、見てるぞみたいな、なんか先生の、うん、デスクの上に、うん、マリノスの名刺があったりとか、はい、ザスパ草津の名刺があったりとか、はい、うんうん、J リーグチームの名刺が増えてったんですよ。お、ただ夏が過ぎ、うん、秋になっても話が来ない、うん、あ、これはもう多分話がないから、うん、もう現実的にそのサッカーを続けるには大学行かなきゃいけない、うん、で大学いくつか話をもらったんですけど、うん、まあ、そういう家庭環境もあって、うん、特待生として受け入れてくれて、全寮制じゃないところに行きたかったんですよ、うん、全寮制じゃないところ、もう寮入っちゃうと、うん、家に帰れなくなるし、うん、その母親一人基本一人なん で兄はもう、うん、仕事始めて、はい、転々としてるんで、うん、その母親を一人にさせるっていうのがすごく自分の中で不安で、うん、なので家から通えるとこっていうのをもう絶対に探したんですよ、うん、条件で、はい、うん、2校しかなくて、うん、東京農業大学、うん、東大、はいはい、国士舘大学、国士舘、はい、この 2つの大学から話をもらって、うん、実際に練習も見に行ったし、はい、参加もしたし、はい、先生ともたくさん話をして、うん、どっちかにしようと思ってどっちの願書も書いて、うん、で願書を投函しよう、明日投函しようっていうその明日に横浜 FC のスカウトの方、部活の練習に来てくれて、うん、でもうその日に仮契約書みたいなのを、うん、出していただいて、うん、もうすぐ行きますっていうのが決まったのがもう11月の後半だった気がします。あ、じゃあ選手権の前だ。直前です。おー、はい、はいはいはい。ウォーミングアップ始めてる時に、うん、普段そのグラウンド脇でこう見てる先生が、うん、いや今日いないなと思ってて、うん、で何分後かにスーツ着た2人と、うん、そのスーツの後ろに僕のお母さんが歩いてこう入室してったんです、うん、みたいな、うん、ですぐまあコスケって呼ばれて入ってったら、うん、もう横浜 FC のここのまあピンバッジつけてる人がいたから、うん、いや来たこれ来たじゃんその時お母さんは、いやお母さんはやっぱりそのいきなりプロの世界に飛び込むっていうのは、うん、多分不安はあって、うん、もっと考えた方がいいんじゃない、うん、でお母さんも多分強がって大学行きなみたいな、あ、うん、大学行ってもいいよみたいな、うん、お金はちゃんと頑張って用意するから、うん、って言ってくれたんですけど、うん、本当に大変なのは分かってたし、うん、もう絶対プロで俺は成功するわって決意固めてサイン しましたね、うん、はあ、うわこれはもうすごい話だね、はい、これはすごい話だ。いやなんかもう目に浮かぶんだよね、お母さんの顔分かんないけど、はい
まあ、そこから、はい、まあ、こうプロに入られるわけですけれども、はい、ボールをもらうのも怖かったですし、本当に練習行くのが嫌で、うん、嘘ついて休んだことありました。2006年6月ですよね、はい、これモンテディオ山形戦で、これプロデビュー、はい、勝ちゲームに出れたっていうことが僕の中ですごく自信になって、1年目にとって僕のすごい大きな転機になって、3年目、2008年には監督に就任した津波さん、はい、全てをもう教わったんです。へー。サイドバックとしての基礎を、うん、今のこのキャリアにも生きてると思いますし、